こんにこー、皆様こんばんは。プロイネコでーす。今日もビラーギ頑張るぷー。頑張るだぷー。ということで、準備を始めまーす。黄色いやつが、まだ27個だぷー。まだまだ足りないだぷーねー。回収してこいつを1段階して積んで、これはクロン食べて、なんかこの辺使って、あと何があったかな、これでいいか。よし、ではワンコ出して、お、ルッキリン来たー。レイドありがとうございます。クロリン着地いらっしゃい。来ていただいてありがとうございます。嬉しいです。ルッキリンの後は黒い猫配信をお楽しみくださいませ。今日もビラーギです。黄色いやつを集めるのじゃ。ママ先生、ルキリンのバイバイ聞こえた。くー、あとでアーカイブ見に行こう。タカ子も聞きたかった、ルキリンのバイバイ。バナナ飛んでる？バナナ飛んでる？なんか自分、あ、いたたた。いたたた、飛んでる。ビーツ飛んでる？バナナがいっぱい飛んでくる。ビーツありがとうございます。ビッツ動いてた今。なんかね、ちゃんと見えなかった今、タカ子。動いてた？プーゴ。はい、プーゴだぷー。動いてた？バナナ動いてるよね。動いてよかった。ルキリン、ふう、一生分のバナナ投げた。4ビッツ来た。ビッツ、動いた？バナナに紛れてわからん。お手柔らかに。はい、あー、仕上げも来た。はい、いっぱい来た。ビッツ動いてない。マジで？なんで？バナナは動いてるのにビッツが動いてない。どういうこと？なんで？どうして？姉さん。あれー、どうしてだろうね。ビッツが動いてないのはなぜだ？マジか。何ことだ。バナナ。え、バシバシバシって音とかも出てる？なんかこっちには聞こえないんだよな。マジか。まあ、しょうがねえ。まずは足上げラップ。ちょっと待って、コメントがすごい飛んでる。チカさんわからん。あ、わからんか。バナナに紛れてわからん。ビッツ動いてない。コンネコープモコルマンさんいらっしゃい。ルキリン、さっき誤爆で、姉さんバナナ飛ばないって言ってたから、どんな誤爆だって思ったよね。下ネタかと思いました。ごめんね。音は出てる。あ、音出てるんだ。こっちには聞こえてないんだよな。そっか。いたたたた。バナナ痛い。バナナ痛いです。足上げやるだ、プー。え、にゃーもプーも来てたっけか。よいしょ。いくぞ。1、ダニアプー。2、ダニアプー。3、ダニアプー。4、ダニアプー。5、ダニアプー。6、ダニアプー。7、ダニアプー。8、ダニアプー。9、ダニアプー。10、ダニアプー。なんかすごいバナナがすごいことになってる。
すごいことになってるけど大丈夫。ねえ、これ大丈夫。これ大丈夫。これ大丈夫。ねえ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 、大丈夫。大丈夫かな、これ。すごいバナナ飛んでますけど。最初こうなるんで、ああ、そうなんだ。最初はね、みんな物珍しくてこうなるんだよね。アリズエルさん、おもろ。楽しんでいただけて何よりです。実装できてよかった。うん、よかったよかった。ちょっとウィッツが動かないのがあれですけど、ちょっと後でまた設定を見てみましょうか。とりあえず、今日はビラーギ頑張る。ルキリン、私もやりたいラップ50に行ってないけど、はぁ、あなたまず、くねくねボタンと、くねくねボタンとささやきボタン。そう、話はそれからだ。ママ先生、T シャツパンパースかと思った。あ、ほらね、そうそう。これね、ペロ姉さんにも言われたの。パンパースって絶対誰かに言われるよって。予言が当たったね。パンパースじゃないよ、ボンバーズだよ。あれ？これ人いる？人いる？人いるか？人いるっぽいか？人いるか？そしたら個人狩り場行くか？そうか、ビッツが動いてないのはテストできないからね、困ったね。まあ、そのうち。とりあえずバナナが飛んでよかった。なんだろうね。飛ばなくなっちゃう。困っちゃうね。配信終わりに設定しよう。はーい。姉さんまたよろしく。今日ね、夕方、ペロ姉さんとずーっとがっつりディスコードで、もうがっつりやったよ。この設定を。手取り足取り腰取り教えてもらった。姉さん本当にありがとう。お時間頂戴して申し訳ねえ。でも嬉しかったぷー。あ、なんか人がいっぱいいるだぷー。マジか。個人狩り場はどこだぷー？個人狩り場に行くだぷー。なんか人がいっぱいいるだぷー。あ、今入場ボタン出てたよね。出た、あれ？入場って、あ、出た出た。入場。やだ、もう。HP 満タンの時じゃないと入れません。いやーもう、なんだよ、なんだよ。満タンじゃないと入れない仕様、なんとかしてください。入場、入場。入れない、入れない、入れない、入れない。入れてー。個人狩り場入れてください。入れてー、入れてー。入れてよー、もう。個人狩り場に入れないよ。入れてください。もう、個人狩り場入れてください。よし、来た。シャルトリューズさん、今日はゆっくり休めました。はい、おかげさまでゆっくりできました。ありがとうございます。姉さんが黒い猫さんの後に、今日は寝かせないぜ配信、あ？寝かせないぜ配信3人でしようって言ってたよっすよ。マジで？やる？ 3 人で。投入。入ったよ。なんとか入ったよ。なんだっけ、どこ行く ?3 人で。じゃあ、ビラギ1時間終わったら、どっか行こうか。そうだよ、ルキリン昨日寝かしてくんなかったんだよ、タカコのことを。だから今日はタカコがルキリンを寝かせない日だ。すでに眠いって言ってるのに、鬼畜ダープー。うん。タカコも昨日は眠かったぷ。でもなんかルキリン楽しそうに話してたから。なんか内容あんまりよくわからなかったけど。うん、
ん、このルキリーの声聞いてられるのはまあ悪くないなと思ってずっと聞いてたぷり。ピカさん、昨日のルキリン激しかった。うん、激しかったね。いつも激しいけどね。何の話してたんだっけね、あの時。何の話してたっけ話の内容忘れちゃったけど、楽しかったぷり。雑な談話してただけだから、私も何話してたか覚えてない。うん、なんかダラダラ喋ってたよね。記憶が飛ぶほど激しかった。あ、そうそう、そうなのよ。なんかその時スプレッドシートの話が出たんだよね、確か。で、あ、スプレッドシートか、と思って。で、ルキリンとの通話切ってから、ちょっとやってみた。30分ぐらい。原因分かったかもしれないぷ。そう、そんでスプレッドシートできたから、ルキリンにできたよって送っといて。で、その前にペロ姉さんとディスコードしてたからさ、画面ルキリンに切り替わってんの忘れちゃってて。で、ペロ姉さんに送るつもりだったメッセージをルキリンに送ってしまったというね。他ミス。なんかルキリンがなんか勘違いしてたぷ。またエロい話してたんでしょう。僕も参加したかったぷって言ってたよ。だから、ペロ姉さんと3人でエッチな話したいんだってさ。ごめんね、私、ディスコード最小化してて気づかなかった。うん、大丈夫、大丈夫。なんかバナナが動かんと思ったけど、設定見たら、なんかスイッチオンみたいな感じのスイッチがオフになってたから、これかも、と思って。それでできたぷ。よし、2段階。ママ先生、ルキリンの動画やばい。ジュリアナじゃない施設でしょ、これ。どういうことだ？ジュリアナの曲だったよね。ルキリン参加したかったは言ってないけどね、盛らないでよ。いいじゃん、盛ったって。そこはほら、乗ってこようよ。もうルキリン真面目なんだから、もう。そこは、こうね、乗っかろうよ。真面目だな、ルキリンは。これ以上崩すと、こいつただの変態なんだな、やっぱりって思われるでしょ。いやいやいや、違うよ。だから最近ちゃんと言ってるじゃん。普通の健康な青年で。ただのエッチな男の子ですって言ってるじゃん。健康な成人男性なだけですって。だから大丈夫だよ。盛るっていうより、タカコさんの配信と、私のイラストと、あやかさんの動画でルキリンが固定されている。そうだね。もうルキリンっていうキャラクターは、もうそれで、できてるね。楽しいね。ルキリンプロジェクトだね。もう完全に一人歩きして楽しいなぁ。何気にさ、
ルキリンの声もあのイラストのキャラクターが喋ってそうな声してるからさ、埋まってんだよね。これが全然あのおっさん声とかだったらさ、全然ハマらないんだけど、あのルキリンの声とあのキャラクターの声が妙にハマるんですよ。まほ先生、ルキリンの半分が優しさ、かっこ、たかこ&あやか&まんまでできています。そうだね。半分かな、うん、ルキリンの半分は優しさでできてる。あー、一瞬固まった、怖い。ルキリンの声聞いてから書いてるから、ねえ、そうだよね。あの声のイメージ。ルキリンの声は、エロいだと。あのエロい声を聞いてから寝る。出ない。お、シオンさん、こねこ、こねこ、こねこ、いらっしゃいだぷー。来ていただいてありがとうぷー。嬉しいだぷー。今日も頑張ってるぷー。なかなか素材が出ないぷー。イヤリングを改良したいのですが、素材が100個集まるので、まだ20個ぐらいしかまだ埋まってない。フィルミ？なんだ？フィルミはなんだ？ちょっとよく見えなかった。前、自分の声に一度慣れたんだけど、しばらく聞いてなかったら、自分の声にゾワッとする。でも自分の声ってそうだよね。だいたい自分の声ってさ、なんか、自分で聞いてるのと、こういう配信とかで録音した声を聞くのと全然違うからさ、なんか変な感じするよね。そういうもんだよ。3段階。よし、今日早いぞ。シオンさん、こんな時間におにぎり2個食べた私は滞在人です。うん、それは罪深いぞ。罪深いぞ。私もさっき、クリームたっぷり乗ったコーヒーゼリー食べちゃった。美味しかった、プリン。おにぎりの具は何ですか？おにぎりの子は何が好きですか、皆さん。最近食べたおにぎり何が美味しかったかな。なんだっけな、ファミマのおにぎりで、最近復活したネギトロたくあんだったかな。あれ美味しかったな。サーモン明太子とか。あれも美味しかったな。プロリンさん、うまい。やー、シンプル。シンプル。ルキリン、結局おにぎりは紅鮭が一番おいしい。あ、ルキリンからお魚出るとは思わなかった。そう、焼いた鮭が一番うまい。辛みのやつが好きです。鮭。あー、やっぱ鮭人気。ママ先生、たかこさんのジュリ線何色だった？ピンク。
ゆきりん、昆布も好き。あ、昆布いいね。そうそう、なんかね、あ、今日おにぎりでいいかなっていう時、だいたいおにぎり2個買うんですけど、まあ、1個がなんか変わり種というか、割とゴージャス系のおにぎりを選択し、もう1個はなんかシンプルなやつがいいなと思って、大体昆布ですね。ママ先生、ラージャ。はい。シオンさん、味噌的なやつ。味噌的なやつ。ネギ味噌とか。ネギ味噌うまいね。この間なんとなく見よう見まねで、ネギ味噌おにぎり、何もレシピ見ないで作ってみたけど、意外と美味しくできた。普通のお味噌にみりん入れて、あとなんか適当に味付けして作ってみたんだけど、ネギ刻んで、意外と美味しかったですね。辛子明太子もよく食べます。明太子いいね。明太子のおにぎり美味しい。それにさらに鮭が入ってた、なんか明太子&鮭みたいな、サーモン明太子かな。なんか最近ファミマで売ってたんだよな。割と気に入ってます。エビの天ぷら入ってるやつ。シャウトリューズさん、ツナマヨ。ツナマヨいいね。ツナマヨって最初食べた時衝撃的だったな。小ごまで天ん、午後まで天むすがない、どういうこと？午前中は天むす売ってないってこと？お、姫様呼ばれて飛び出て、プニュリンパーいらっしゃい。来ていただいてありがとうございます。嬉しいです。今ね、おにぎりの具の話してた。姫様おにぎり食べる？姫様も食べんのかな、おにぎりって。ひらがなが読めないだから、これ。お黙らっしゃい。目が悪いんじゃ。ルキリもなんか画数の多い漢字とかすぐ読めないでしょ、見えなくて。明太子がスキップに、ああ明太子やっぱ人気だね。午後ってなあもない。あれ、午後まで天むすがないって書いてなかったっけ。画数の多いのは真っ黒に見える、あはは、そう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 、目が悪いとね、なんか画数の多い感じが、何書いてんだってなるんだよね。読めないんじゃなくて見えないんだ。ごめんね。ひらがなはね、句読点大事なんだ。ここまで、ここまで？あれ、点々ついてないのか？ここまで点むすがない。ここまで？天むす美味しいよね。エビ天入ってるやつ。あれ好きですよ。姫様、画数多ければ何言ってもバレないぷにょ。いや、いつかバレる。それ以前に読めないだぷ。ルキリン、エビダメなのに天むすは食べれる謎。あ、そうなの？不思議。じゃあ、アレルギーとかじゃないんだね。食感が嫌なのかな。エビの食感は、日本人は割と好きなんだけどね。天むす美味しいよね。なんというか、タレがかかったところ。
なんでおにぎりにエビの天ぷら入れようと思ったんだろうね。ルキリン、ソースとかタレとかで味がしっかりしてると食べれるんだけど、エビの味がちゃんとするのが苦手。それはちょっとエビに失礼だぷ。イレニさん、まあまあまあ、まあ、いらっしゃい。来ていただいてありがとうございます。キャルトリューズさん、やっぱ王道の梅干し。やっぱ梅干しか。やっぱ梅干しだよな。外せないよな。どうせ出て。なんだかんだ昆布率高いな、高子は。昆布美味しいよね。夏場は梅干しばっかり食べる。うん、それは理にかなってる。なんだかんだ梅安定だよね。鮭も安定。おかかも好きだ。結局なんでも美味しいんだ。おにぎり美味しいよな。命中水晶入れた方が良きかも。仮効率上がりそうぷに。やっぱりそうぷに？ミスいっぱい出てるよね。そうそう。前入れてたんだけど、割れちゃってから、例えば入れるの忘れてた。忘れてたぷ。命中って、どこでしたっけ？鎧？武器？なんか何箇所かあったよね、確か。うんうん、エルビア系は回避高めプニよね。なるほど。ミスはワイも出てる。イレネさんでもミス出るんだ。すごいミス出てるよ。エスカノールがお手軽かもプニ。エスカノール？エスカノール、初めて聞いたブル？武器にメイン武器と腕だけど、エルカールとシンマムシが、その劣化版の、ん？その劣化版のがいいかな。シンマムシはなかなか買えない。うん、エルカール、アレプニ？エルカール。なんか聞いたことあるよ。イエスプニ。イエス。エルカール。エルカール。これか。75個も売ってる。これは命中が12。12上がります。1個売ってる。買っちゃおう。で、出して、これは？どこにつけるやつこれ？もうどこにつけんのこれ？もう。エスカノールはどっかの漫画の最強キャラ。あ、そうなんだ。ルキリン詳しいね。どこにつけんのこれ。エルカールはメイン武器。エルカールはメイン。バジ V。すごい V。バジ。あ、これバジーベルト V だよ。自分で作ったよ。制作者黒い猫って書いてあるダブー。イェーイ。なんだっけ。武器だね、武器。これに、あれ？なんで強化しようとしてんの？違う。間違えた。
あれなんかパンチしてる、パンチしてる。あれ武器がない。武器、あーもう、あーもう。ちょっと。あーん。えい。ギルチャの武器見て。クザカ？ん？クザカ？クザカの刀？ん？ゴッドアイド？何？なんとかヘルム？え？ん？あ？なんだって？ヤバプー。ルキリンわらわら。どうして離れないのか。メシちゃん。あー、ペロ姉さん。マウスオーバーすると水晶見える。はい。ちょっと待って。ちょっと待って。今無理だプー。それね、天然だなぁと思うプーに。ん？どういうことだプー？タカ子は天然ではない。天然ではないだプー。えい。こいつを。あーもうなんなんもうえい端っこ行ってなんかもうなんかもうなんもうなんなん君たちもうえいあれ死んでなかったえい水晶を装着あれえいえいよし、これで OK。こいつに L カールついた。OK。命中10に上がった。よし。これでいけるか。美天然の女性は可愛いんだぞ。ガチ天然はあれだけど。ルキリン、何を言ってるのかな？何を言ってるのかな？つまり、タカ子は可愛いと言っているだか。クロリンさん、タカ子さん認めるぷ。あなたは天然だぷ。そんなことないだぷ。無自覚や無否定な自分のこと、普通だと思ってる人が多いぷんよ。そうだね。タカ子は可愛い。天然だよね。うん、そうだぷ。認めたぷ。あー、痛い。痛かった。水減ったかぷー？ちょっと減ったか？なくなりはしないけど。後ろから、はい。手のひらくるっくるぷー。どういうこと？手のひらくるっくる？手のひら？手のひら？ほっぺじゃなくて？なんか天然キャラってほっぺにくるくる入ってるイメージよね。なんか。でも手のひらにくるくるは入らないぞ。どういうことだ？違う、そうじゃない。何を間違った？水晶も安いの入れとけば 100% 当たりそうに。どういうこと？あ、水晶を入れろ？手開いてる？見えない。あ、一個開いてる。一個開いてた。言ってることがくるくる変わるねって意味だぷ。手のひらくるくる？え？あー、手のひら返すってことか。今理解した。マムシの安いやつぷに。マムシって高いやつじゃなかったっけ？安いやつもあんの？
命中は人気だ。ビルメンさんがアドバイスくれてた国。ほうほうほう。手か。手開いてたね、今。あ、弱ったやつ出た。ふぅ、これが欲しかった。よかったよかった。あ、残り25分だぷ。インマムシじゃなく、幻魔力とか本魔力は70メガくらい。ここ70メガは高いのか安いのかよくわかんないだっけ。まあでも入れとくか。この辺の敵を掃除してと。マムシ。どれ？新マムシ。これ？これは？命中が20上がる。おお、すごいね。グローブ、あ、グローブ、これだね。購入。えい。で、出す。で、ヤンいっぱい来てるし。そういうのでよき安い部に。もっと安いのなら2メガちょいで黒魔力推奨命中。あ、この間なんか出したやつ。手を外して、それを作るために他が安くなってる国？やべえ、新マムシ入れたらツンクタ一緒にいた時死なせられなくなっちゃう。どういうこと？えい。よし、入れた入れた。これで OK。よし。でも死ななかったよね、昨日。一回も死んでなかったよ。ユキリンが守ってくれたから。迷わず買ってて面白い分。え？マムシ？マムシ、マムシ買えって言われたから、迷わず買ったよ。一番いいやつ。命中ついてたからね。ミス出なくなったね、あんまり。やっぱ違うね。ユキリ、今、新マムシ売ってたけど予約入ってる時結構あるんだぷ。そして高いから。あ、なかなか買えないものなの？新はガチ勢必須だから、予備持ってる感じ。え？そうなの？じゃあすいません、買っちゃって。買っちゃってすいません。炎上しなのに買っちゃってすいません。でも普通に売って、いっぱい売ってたね、今ね。すごいいっぱい売ってたよ。いっぱい売ってたよ。ダメだった？もしかして。そうやって成長していくのが黒い砂漠国。ありがとうだ、国。アリーズルブエルさん、
調教やる人増えたから供給も増えたんだと思う。あ、調教が絡んでくるんだ、この水晶。へえ。割れて発狂するのをギルメンさんたちは心待ちに。ん？あ、今の水晶？割れる頃にはね、多分高い水晶だということを忘れてるだぷ。大丈夫だぷ。水晶は割れるものだぷ。消耗品だからね。にしたらいかん。ミス出なくなったね、あんまり。やっぱ違うね。全然違うね。ゼロにはならんけど。うん、いい感じ。だと思う。どうじゃろ。命中って大事だね。すごいね。水晶すげえな。てててて、痛い。痛いだぷ。うん、ミス出てない。おほう。これが命中の力か。まあ、ゼロじゃないけどね。だいぶ、あれ？でも結構ミス出てるぞ。でも出てるけど、さっきほどは出てない。目に見えて減ってるとちょっと嬉しいね。嬉しいだぷ。姫さん、伸びしろありまくりで楽しい、楽しそうぷに。うん、楽しいよ。あ、絡んだ靴の15分前だそうです。行く方頑張ってください。あれ、昨日ルキリンが言ってたやつってなんだっけ？靴のだっけ？なんか通わなきゃいけないようなことを言ってたやつ。なんだっけ？なんか言ってた気がする。なんかめんどくさいなーって思った。あ、ヌーベルか。クツムじゃなかった、ヌーベル。なら置いとかないといけないか、ぷぅ。めんどくさいだぷぅ。いつかやるだぷぅ。気が向いたらやるぷぅ。あれ？ここ行き止まりだぷぅ。この上に行きたいんだけどな。あまり先のことは考えず、とりあえず当面はイヤリングの改良とくた通いをするだぷ。多分くた通いのが早く終わりそうな気がするけど、どうじゃろう。ルキリン次第だね。赤子の鎧の強化はルキリンにかかってるけど。あれ？強化の行方をルキリンに任せていいのか？ルキリンと強化って一番相性が悪かった気がするけど。ルキリン、でも結局心臓をもらうのにアイテム入れると 6G とか必要だから、称号欲しいとかじゃなければ無理にやる必要もないけどね。称号は欲しいかもな。称号は欲しいよね、普通に。姫様、ツンクタよきよね。楽プニ、楽じゃないプニ。いつもギリギリだプニ。ルキリンに回復してもらわないと死ぬだぷ。
クロリン、ルキリン煽られてるよ、わら。ルキリン、強化の仕方は悪くないんだよ。強化運がないだけなんだよ。知ってるよ。知ってるよ。もうみんな心を、心臓をギューって掴まれるような思いで見守ってるよ。さあ、あと15分だと。とりあえず命中は良い、命中は良いね。なるほどな。ということか。ということで、ちょっと強くなったよ、姉さん。このあと、どっか行く？なんかさっき3人でどっか行くような話してなかった？ルキリン、もうこいつは強化の底なし沼に引きずり込んでも砂漠はやめないだろうって思われてる、きっと。そうだね。ヘロ姉さん、良きかな？うん、良き。姫さん、メンタルヘラクレスだから。強化とか無敵ぷりね。そんなことないぷ。強化は怖いだぷ。だからあんまりやらないぷ。強化、あまりやらないので、なんだっけ、助言いっぱいあるだぷ。借り終わったら、ちょっと DC 読んで、了解。バチ V あるのに、プニ。そうそうそう。なんだっけな。なんかね、バチは、まさかできると思わなかった、プニ。配信しながら調整アドバイスし、あ、了解です。了解です。了解しました。何かが起こる。とりあえず、ルキリンはツンクタに行く準備をしといてくださいだぷ。12時前に寝れると思うなプー。デイリー終わっちゃってるのに。え、デイリー、あれ今日やったっけ。ツンクタでクタクタプリ。面白い。ツンクタでクタクタ、あれデイリー今日やったっけ。あれ昨日やったんじゃなかった。え、違う？あれ？ 12 時過ぎてた？ってこと？ってこと？昨日終わった時日付変わってた。そういうことか。じゃあ今日できないんだ。あーん。マジか。マジか。どういうこと？なら3人でお遊びはまた次回。そうだね。
ってこと、そういうことか。残念。まあ、初日2時間みっちりやったけどね。どういうこと？2時間みっちり。命拾いしたね。しょうがねえ。今日は勘弁してやるか。出てて。お手柔らかに。足上げ来た。とちこさんいらっしゃい。来ていただいてありがとうございます。嬉しいです。次、初日おかわりツーク足した。あ、したしたした、そういえば。配信終わってからやったやつね。したした、確かに。火種いっぱい出た。足上げ来てるので、ちょっと移動。移動して。ギャー、この先に行けないだぶー。マジかー。マジか。そうだった。個人狩り場って外出れないんだった。そうだった。ギャー。あんなとこから弓打ってきやがって、こいつムカつく。これ外出てないか？よし、今のうちやっちゃうだぶー。行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。バナナがいっぱい飛んでるだぶー。どうしたどうした、バナナどうした、どうしたどうしたどうした、どうしたどうした。カプラスがもらえるだけだから、火種にはデイリーは関係ないしね。ノリノリタカコできた。おノリノリ、自負画像かな。あれ、ちょっとバナナがとんでもないことになってるだぷ。もうバナナがとんでもない。もうバナナがとんでもない。もう止まらないバナナ。止まらないバナナ。痛い痛い痛い。姫様、メシペロボンバーズやギルマスに歯向かうと、フォロロンチャンネルを教えられて PK されるようです。どういうこと？どういうこと？フォロロンにチャンネル教えられて PK されるようですね。何言ってんだ？何言ってんだ？何言ってんだ？バナナが偉いことになってます。痛いプー。みんなタカコにバナナ投げすぎだプー。4段階いった。バナナで米が流れちまったぶ。バナナ加えないと、ね、加えないと。暗殺家業を請け負うってこと。怖いだぶ、怖いだぶ。あと2分。どっち、ルキリンのバナナ、何を言ってるのかな、何言ってるのかな。バナナが投げられるようになったぷ。ペロ姉さんに教えてもらったぷ。ん、何言ってるぷ。土砂降りやん。そうそう、土砂降り。いっぱいいっぱいバナナ飛んできたぷ。大変なことになってるぷ。ちょっと初日だから、10ポイントでやってみたら、えらいことになってしまったぷ。出かけたいのに。あ、リアル？マジか。こっちまだ降ってないけどな。降ってんのか？今から出かけんの？とちこ。夜遊び。昼マスをあがめたてまつってぷに、ぷにせよぷに。なんか言ってるぷ。とりあえず9枚の差分で自負にしたけど、反転させると倍になる。ノリノリ高子。ちょっと待って。外すごいことになってる。マジで。
とちこんちとうち近いはずだから天気もそんな変わんないはずだけど、え、マジマジか、え、そんな降ってる感じしないけどな。あー、とりあえずもうちょっとでバフがあと5分か。なんとそんなことになってたとは。痛い。ちょ、あ、びっくりした。動けなくなっちゃうとびっくりするよね。多摩川に住んでるんでしょ。そうそうそう、多摩川沿いですよ。多摩川じゃないですよ。とちこがまたバナナでコメントを流す。とちこ、コメントが見えなくなる。助けて。とちこ、とちこご乱心。助けて。なんだろう、バナナの音がね、こっちに聞こえないんだよな。どうしてくれよ。バナナが痛い。おーい、もうコメント欄がバナナだらけになった。助けてもうわからん。もうバナナしかない。ゆきりん、こっちも聞こえてはいるけど姉さんのとこほどちゃんとは聞こえてない。あ、そうなんだ。ボリュームだいぶ下げたからな。ビシッバシッっていう。姫さん、ボス枠部に絡んだ靴も、はい、行く方頑張ってください。あ、もう開いてるかな。あ、出た。靴もが強いやつっぽかったぞ今。靴も行ってる方頑張れー。絡んだは普通のやつだったぞ今見えたら。どっち？もう23時。そうだよ。23時だよ。23時です。明日はハイデル宴会か？ 15 時からって言ってたね、さっき。明日は15時までに配信終われるように。午前中、昼前からやろうかな。クロリン、両方普通、あれ？ノーマル両方普通？あれ？普通もなんか強いやつのあれじゃなかったっけ？配信時間見たら5時間だった？宴会？何時から？夜8時までやんの？頑張るね。あ、俺マジか。よく頑張りました。そう、さっきチラッと見に行ったらさ、違うゲームやってた。砂漠をやってその後違うゲームやってた。お疲れ様でした。どっち、姫さんのショボンプに、はい、いいもの出なかったプル。あ、アンコロさんやってんの。じゃあこの後アンコロさんに飛ばして終わろうかな。アンコロさんが始まったようですよ、どうやら。アンコロさんも砂漠やってんの？レイド前に DC つないで、え、マジで？じゃあ一旦終わる。ディスコードは立ち上がってないか？退場。退場。ディスコード立ち上がってないのか。ちょっと待ってね。はい、今立ち上げました。アンコロさん
砂漠やってるね。アンコロさん砂漠やってるっぽいですね。え、姉さんかけるよ。はいはい、ぷにー。ヤッホ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 ーだぷー。すみません。はいはい。すみません。ね、具が見えちゃうけど、F10 は2回連打するのじゃ。はい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 。で、上から3番目。はい。違った、ごめん。4番目だ。4番目。ビッツ。で、ビッツで、ああ、やっぱりだ。あのね、真ん中のスローフォーエブリーバツビッツってあるでしょ。はいはいはい。それを1にする。ペロ。1、はい。OK。これで OK? OK。OK。OK。具をしまってちょうだい。OK。バナナまた来た。これで誰かビッツを投げる国。そうすると多分バナナが飛んできた。なぜかあ来た。ま、来た。今来たね、ビッツ。飛んでるね。うん、飛んでる。ありがとう。だからあれをで100ビッツとか来れば100発飛んでくる感じになるから。うんうん。なるほど。ビッツの音もちょっとちっちゃいから少しボリュームを今上げて、もう一回具を出して100ビッツ来た。あ、来た。100ビッツ来た。オーディオを上げて。こんぐらい？うん、もうちょっと上げてもいいかも。うん、そのぐらいでいいと思うよ。イレンさん100ビッツありがとうございます。はい、F10 を2回連打。はい。あざーす。これで、これで大丈夫かな。ビッツが、ビッツで、いたぶられます。バナナ誰か投げて。バナナ、自分でやる。できる？あら？音が消えたみたい。あれ？音消えた？うん。あ、そっか、私。配信の音切ってるわ。ミュートしてるから聞こえないんだ。あ、なるほどなるほど。みんな大丈夫なのかな。バランスをちょっと聞いてみて、リスナーさんに。どうですか、バナナの音はちょうどいいですか。 OK、 はい、ありがとうございます。 OK、 バシバシしてるプニー。はい、すげーバシバシしてる。完璧だ。ありがとうございます。これでバッチリラプ、はい、ということで、お邪魔虫は消え去るよ。ありがとう。お別れのご挨拶をするプニ。はーい。お邪魔しました。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わるだぶー。この後はアンコロさんがやっているので、そちらにレイドを飛ばしたいと思います。タカコちゃん、そこだと的来る。あ、敵来る。敵来る。敵来る。じゃあ、ハイデルに走りながらお別れするぷ。姫様、お疲れ様ぷに。ありがとうぷに。シャルトリューズさん、おつねこ、ありねこ。ちょっと待ってね。クレジット出して。はい。ママ先生、次のタカ子の部屋、青鹿いつ。うん、鹿兄さん次第だぷー。鹿兄さん次第だぷー。チカさん、おつにゃーん、にゃんにゃん、ありにゃーん、にゃんにゃーん。そっち、おつおつ、ありあり、ルキリン、おつなのだぷー、ありなのだぷー。サンドさん、おつねこー、ありねこー。ということで、この後は、マコロさんのところに。飛ばすだぷー。えい。レイド開始ー。
はい、ということで皆さん、いってらっしゃい。最後までご視聴ありがとうございました。まったねー。Thank you.